実家の窓からトリッキー。こんにちは、ノタです。今回はですね、VR チャットのフライディーナイトファンキーのキャラクターになれるアバター窓にやってまいりました。で、ちょっとカメラをいじりまして。ここに鏡があるから。はい。こんな風にね、ボーイフレンドになったりもできますし、あと他にも、あとこんな風にね、ガールフレンドにも慣れちゃいます。んで、マイクとかも持てたり、衣装をクリスマスバージョンにしましたり、スピーカードカンって置くこともできます。あとね、こういう風にトリッキーにもなることができます。うん。で、あとね、ここに行くと、この辺にね、いろいろキャラクターがいるんだけど、例えばピコ触ると、ほら、このピコのステージに来れるんだよ、これ。これすごくね。ここでね、ラップバトルを繰り広げることができるわけ。友達がいたら、ね、できるね、こうやってね。というわけでね、このフライデーナイトファンキンのアバターワールド、いろんなキャラクターに慣れてめちゃくちゃ楽しいんで、ぜひね、VR チャットをやってることは、ぜひ来てみてください。それでは、さようなら。